ジュニアリリースクラス。はい、このクラス見事ポールポジション獲得は大阪陸斗選手でございます。ご覧ください。年齢は9歳。そして2番ピット内山由美選手。はい、コースオープンですよ、コースオープン。どうぞ、走行してください。はい、そのままずっと直進です、直進。チェックください。一周半回るので、ずっと直進ください。シーズン。準備が整った模様です。土曜版の皆さん、よろしいでしょうか。それではカウントダウン入ります。4周のクリア。
ベストラップは30秒06。そして2番手にはゼッケン2番の内山選手、1位との差が6.5秒。そして3番手にはゼッケン3番の村川選手、4番手にゼッケン4番の林選手。さあ時間を2分を経過しました。残り3分です。さあミスのないように頑張って走行してください。さあ時間は3分を経過しました。残り10分です。現在トップは絶景1番佐田選手、6周をクリア。2番手には絶景2番内山選手、こちらも6周をクリア。そして3番手には絶景3番の村川選手、こちらも6周をクリア。そして4番手には絶景4番の林選手、こちらも5周をクリアです。現在3番手の村川選手、4番手の林選手、その差が 3.8 秒。さあ時間は4分を経過しました。残り1分です。さあ時間は残り30秒です。電車ゴールと言われるまで走行を続けてください。絶景1番ゴール、1番ゴールです。2ゴールは内山凛選手、3ゴールは村川凛選手となりました。そして4ゴールは林優輝選手、お疲れ様でした。